植毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。はい、どうもこんにちは、ハゲリーマンチャンネルの YJ です。今日はトルコで4050株植毛した森さんの植毛してからちょうど丸1年が経過したので、そちらの様子を振り返っていこうと思います。森さんが植毛する前の頭はこんな感じになります。生え際から頭頂部のかなり深いところまで薄毛の面積が広がっていました。森さんはここの場所に4050株植毛しましたね。植毛手術当日のカウンセリングの風景はこんな感じになっていて、こうやって髪の毛を横にかき分けると結構薄毛の面積が広がってたなってことがわかりますね。で、植毛手術した直後、結構ケロッとしてますね。森さんがこんな感じで元気そうな感じで過ごしていて、ちょっとジューシーな見た目、グロいかもしれないからちょっとセピアみたいな感じで色を変えるんですけど、ピンク色っぽいグロいっていうところに4050株植毛してきました。で、植毛して2日後クリニックに訪れまして、シャンプーをします。シャンプーが終わったらほんのりピンク色っぽい色味になるっていうような感じになりますね。生え際からてっぺんのところにかけてかなり広い範囲に植毛してまいりました。で、植毛して観光を楽しんで日本に帰ってきて植毛から4日後経過した時の写真がこんな感じになります。4日後、5日後とかそのぐらいになってくると植毛したところにかさぶたっぽいというか皮膚がカサカサしてきます。これが1週間とか10日にかけてかさぶたが仕上がってきて、かさぶたがシャンプーの時に全て取れきるっていう感じになって、で、植毛して1ヶ月後2ヶ月後を経ていくタイミングで植毛したところの毛が一度全部抜けます。で、植毛して3ヶ月後4ヶ月後を経て4、5ヶ月後ぐらいから生えてくる人が多いですね。森さんの場合だとちょっと生え始めが遅かったですね。4ヶ月後5ヶ月後の写真を見ていただきたいんですけど、4ヶ月経過しても5ヶ月経過してもまだそんなに生えてきてなかったですね。特に頭頂部のところも見ていただきたいんですけど、頭頂部のところについては生え始めが少し遅かったかなと思いますね。生え始めが遅かった森さんなんですけど、植毛して6ヶ月ぐらい経過するとほんのちょっとずつ植毛したところからタケノコみたいな感じでちょこちょこちょこみたいな感じで髪の毛が伸びてきて、森さんの場合だと7ヶ月後ぐらいからドサーッと生えてきた感じですね。生え始めはかなり個人差があるので、早く生えてくるからよし、遅く生えてくるからよしとかそういうのは特になくて、毛根ごとのヘアサイクルのリズムごとに変わってくるので、早い方が精神的には落ち着くかなと思うんですけど、人は人、自分は自分みたいな感じで生えてくるのが遅かったとしても、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。9ヶ月の時も7ヶ月後よりもさらに伸びてきた感じですね。で、今回森さんの頭、ちょうど丸1年経過した時の様子見ていただきたいです。はい、こんな感じですね。髪の毛を伸ばしているっていうのもあるんですけど、ボリュームがすごい出てきました。特にてっぺんの方見ていただきたいです。真上から撮影した写真なんですけど、かなりボリュームが出てきて透けて見えないような感じですね。別に粉を振ってるとかそういうのはなくて、オリジナルの頭みたいな感じで真上から撮影してます。植毛する前と12ヶ月後経過した時のてっぺんからの写真を見比べていただけると一目瞭然かなと思いますね。森さんの頭だとてっぺんから撮影するとかなり地肌が透けてきてて、隠すのもなかなか難しいなっていうレベルだったんですけど、植毛によっててっぺんの方にも太い毛が引っ越ししてきてもらって、太い毛たちが頭皮の透け感をちょっとずつ少なくしていったっていう感じになりますね。で、続いて植毛して12ヶ月後と植毛する前の横方向の頭も見比べてほしいなと思います。はい、こんな感じ。横方向の12ヶ月後と植毛する前の様子なんですけど、植毛する前のタイミングだと後ろ側に髪の毛の立体感があるような感じですけど、植毛して12ヶ月後のタイミングだとどっちかっていうと前を向いてるような感じですね。ドラえもんのスネ夫みたいな形でこの前方向に髪の毛が主張してるみたいな感じになってますね。現在のヘアスタイルはこういう前方向の主張だと思うんですけど、植毛する前だとどうしても後ろは髪の毛があるけど、この生え際から頭頂部にかけて髪の毛がないので前方向のシルエットが少し心もとないなっていう感じだったんですけど、植毛して12ヶ月ぐらい経過するとこの前方向に対してかなりポジティブな力強さがみなぎってきたかなと思いますね。で、森さんが植毛して9ヶ月経過した
した時に僕に LINE で送ってくださったメッセージがあるんですけど、こちらの森さんの植毛の一番喜んでたタイミングで森さんがメッセージを送ってくれたので、ちょっと読み上げたいなと思います。ご連絡遅くなりました。改めてスクショを見返すとめちゃくちゃ実感が湧いてテンション爆上がりしてます。髪が整ってきたことによりライフスタイルが変わって、新しい仕事も受注増えてバタバタしてます。嬉しい悲鳴ってやつを初めて体感しています。出会えたことに感謝してます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします、っていうような感じで、9ヶ月後のタイミングで森さんはよっしゃ職もやってよかったぜみたいな感じで喜んでくださいました。9ヶ月後のタイミングよりも12ヶ月後の方がさらにボリューム出てきて、森さんも円満にというか健やかな人生でこれからどんどん前向きに進んでいくみたいな、そういう形になって、森さんの1年の経過観察のサービス終了っていう形になりました。森さんは植毛によって髪の毛がいい感じに増えました。でここからは僕ではなくて薄毛専門の美容室さんとか仲のいい床屋さんとかにボリューム増えた髪型をどんな感じでカットするのが一番かっこよくなるのかっていう形で新しいパートナーを見つけて頑張っていただきたいなと思います。できれば家の近所とか月1ぐらいで通えるようなところに薄毛の男性の理解のあるスタイリストさんカットさんと巡り合えたらいいなと思います。全国で男性専門の美容室とか薄毛で困っている人用のサロンとか床屋さんとかおそらくたくさんあると思いますので、なるべくそういう人が近くにいたらすごく親しくなって何でも相談できるような間柄になるといいかなと思います。髪の毛の相談として月1回髪の毛切ってくださる方と密にコミュニケーションとか定期的に情報交換とかしていくのはとても大事なことだと思いますので、月1のメンテナンス、最近ちょっと頭皮状態どうですかとか、髪質が急に悪くなってませんかとか、急に薄毛なってませんかとか、そういったコミュニケーションもできれば髪の専門家の床屋さんとか美容師さんと仲良くして情報収集していただければなと思います。もちろん僕の方にも LINE で送っていただければと思うんですけど、おそらく月1でコミュニケーションするパートナーとより親しくなった方が生産的かなと思います。森さんが植毛して12ヶ月経過した時の頭はこっち方向に主張する髪型ですけど、新しい髪型チャレンジしたらまた僕に LINE の方で送っていただきたいなと思います。他の人の植毛経過の様子も YouTube 転がってますので、また他の動画もぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。植毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。